はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大谷様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日の NHK スクランブルデモなんですけれども、カメラ不調につき映像が少ないです。撮れてないっていうのが多くてですね、参加者さん全員映ってる部分をサービスでご覧ください。次回スクランブルデモは同一コース春の小川公園出発 NHK 阪州渋谷スクランブル交差点ちょっと行ったとこで駅前で解散、宮下公園で解散というふうになります。3月末か4月頭に開催いたします。またのご参加をよろしくお願いいたします。前回と今回のデモ参加者さんにお尋ね、春の小川公園コースと神宮通り公園コースどちらが良かったでしょうか。コメントよろしくお願いいたします。毎晩のコラボ情報更新、若草ボンドパプスコラボに競争入札なしでと若年被害女性支援事業を投げたことについて川松都議が調査いたしました。福祉保健局の業務担当、財務局の契約の担当部署が決めたのでは。財務局の契約担当、広報上の契約は学説上の分類に過ぎず考えられない。福祉保健局の契約担当が決めたのでは。福祉保健局の契約担当全く知りませんけどという回答で、たらい回しで責任の所在が不明とのこと。なんだそれって感じなんですけども、では最初にですね、なんで入札なしなのって聞いた時にですね、それは広報上の契約のあれがあれでって答えた人間を追及すればいいのでは、そいつがですね財務局の契約の担当部署が決めたのではって、言ったってごまかしたってことなんだろうか。だがしかし、まあいい点は川松都議の追及があったので、今後はですね入札なしでコラボ界隈に事業を投げることはできないんではなかろうか。してみっと、ライバル団体作るチャンスじゃないですか。こっちの方はちゃんとやりますよ、みたいな。したら、競争始まって、今みたいなデタラメできなくなるんじゃないだろうか。あと2週間余りに迫ったコラボ再監査。川松都議、合格帳簿作成は不可能だろう。まともな帳簿を出すことはできないだろう。って予想しておるんですけれども、適当帳簿でも合格させちゃう、との監査が、よしっつって、監査はなっとらん、行政訴訟、適当帳簿で甘い処分が下る、返金はいいや、なんつって、手ぬるいっつって、行政訴訟、適当帳簿で不合格になれば、監督不行き届き、なんでこんなダメ団体に税金、渡してんのということで、
行政訴訟、まあいずれにしても行政訴訟は避けられないみたいなんですけども、第4の選択肢としてですね、適当帳簿で再監査、3月末までにもっとちゃんとしたの持ってきて、これ時間稼ぎできますね。なんかこれになりそうな気がすんな。なんせ友都知事もグルなんで、公務員のお仕事の8割は保身です。議会の存在からして議会の承認を得たということで、職員の責任回避の大義名分のためにあるもんだもんね。いろんな書類もいろんな儀式も全部責任逃れ保身のための仕事です。公務員の仕事これ8割2割はそれ以外のことやってるんですけどね。って私はそう思っております。豊島区職員とかね、議員に回ってくる書類見るとまあそんな印象を受けんですよ。今日も元気に選挙違反の共産党、2月12日12時南越谷駅での風景、党ナンバー2の田村智子政策委員長が同席している機関外内裏たすき使用は、まあ党ぐるみ選挙違反、むしろ党の指示で選挙違反、名前入りのたすきをつけなさいってね。警察仕事しろよな。日曜討論でですね、その田村智子、大軍拡を既成事実として議論すること自体がおかしい。超音速ミサイルを相手国が持てば脅威だが、日本が持つことは脅威ではないなど説明にもなっていない。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっとどころじゃない。全然分からない。と評判になっておりました。ネットの反応です。大軍拡ではありません。防衛を軍拡って言ってる時点で草。中国のせいやで。ではどうやって防衛すんの？どうせ最初から討論する気なんかないんでしょ。そんなことより代表選挙せいや。日中の戦力差が大きいほど戦争の可能性が高まるから、そのための軍拡です。国がなくなったらあんたら大好きな福祉もなくなるんだよ。日曜討論、討論する気ないのにね、共産党は全然ね。党職員一筋49年代表選挙やったら、共産党党への攻撃だ、即刻除名。こいつら人の意見なんか全く聞く気ないんですよ。政策委員長からしてこれだもん。共産党の是正は不可能です。ミサイルを中国が持てば日本にとっての脅威だが、日本が持つことは日本にとっての脅威ではない。その通り、ここまではその通り、など説明にもなっていないとか全否定してから、あれ何言ってんのこの人ってなるんですよね。ではこう考えたらどうか。日本が持つことは人民軍にとっての脅威ではないなど説明にもなっていない。人民軍にとっては確かに日本のミサイルは脅威ですもんね。こう言いたいんですかね、このスパイはね。だから主語を、対象を、つまり人民軍の立場から語ってんだよねこの人。だからちょっと何言ってるか分かんないって言われるんですよ。これを理解してですね、絶賛するパヨはですね、やっぱり同じく人民軍の立場に立って言ってんだろうな。我々とは違うパヨ語使ってんで理解は不可能ですね。粛々と批判し、世間から隔離させ、支持者を減らして立ち枯れさせるのみですね。面倒だからつってほっといて、ツッコミ入れ忘れはダメですこれ。ツッコミはですね、パヨ向けじゃなくて一般人にですね、こんなバカなこと言ってんですよこいつらってアピールするためのものであります。それによってね、もしもの支持者獲得を妨害すると、新入りを増やさない、世間に対して共産党ってこういうとこなんですよ言い続けてですね。泉健太立民代表、 LGBT は雇用で差別されているって本日報告を受けた、発言に一度なんか記者会見で言ったらしいんですけど、ネットの話、バーカそんな話聞いたことありません。履歴書に LGBT って書くの？ヘアスタイルがアデランスっぽい。今は宗教、家族構成、思想などに関して質問しないんだぞ。なんかね、彼氏がいるとか、彼氏いんの？とか聞くのもダメだって。彼女いんの？聞くのもダメだって。黙ってたらわからんだろう。
ソースあるんすか。雇用側からしたらミニスカ履いたおっさんはめんどくさい。普通に落とされただけでは、レズゲイバイトランス LGBT ですよね、は全部内心のことなんだから黙ってたらわかんないだろう。男がですね、心は女なので採用されたら女性トイレを使わせてほしいとか言い出さない限りね、わかんないでしょ。本当にね、なんかそういうソースあるんですか。超適当なことを言ってませんか、泉健太。差別されてる、これ弱者を作り出すスキームですね。弱者を作り出してそれの支援目的に税金をチューチューするっつ、慰安婦徴用工、同はアイヌ、こんな女性で成功したから次はこれ狙いですかね。騙されてはいけません。同性婚もし認めたらこんなにも支援事業が増えてしまうっていうのを、一昨日かな、話しましたけど、泉健太はですね、薄っぺらい軽薄などの評判でした。C和夫も負けず劣らずバカなこと、まともじゃないこと、おかしいこと言うんですけど、C和夫に関してはバカとか薄っぺらいとかいう意見はなくて、まあ狂気泉はバカ、薄っぺらい、軽い、という評判になってますね。まあ大したことない中身がとっくにバレてんでしょうけれどもね。というわけで、デモも終わりまして、2ヶ月ぐらい置いてからまたデモをやりますんで、メール党員さん大募集中であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。